クアーチ、こっちが第一。はい、ということで生きがい TV ゆきんです。昨日の11時の飛行機で、北海道タッチですね。深夜バスに東京から乗り、まあ、ほぼ丸1日ですか、24時間かけて、不眠でね、広島までやってきて、なぜならそのプレミアプレーオフ応援するためで24時間かけて来たんですけども、コンサドーレ U18 アジアの岡山に、U18 にね、逆転負けで、1回戦敗退となってしまいました。ちょっと硬かったかな、最初硬くて、でちょっと立ち上がり悪いなと、押し込まれてるなと思ってたんですが、まあ、出雲指導がね決めてくれて先制するまでは良かったですね。でやっぱり前半のうちにちょっと追いつかれてしまったのが痛かったかなと、あれがなければそのまま 1-0 で逃げ切りもあったんじゃないのかなと。それぐらいマシュー・シューマッカーもかなり好セーブを見せていたんで、まあ、非常にもったいないというか悔やまれる前半で追いつかれたのが悔やまれますね。まあ、失点もちょっと不運だったかなと思うんですけど、まあ明らかに後半も終盤右サイド、相手の7番がうまくて右サイドをもう破られまくってたんですけど、おそらく分かっていてもちょっともうなすすべがないというか、変えれる選手というかそういう感じがいなかったのかなという感じで、案の定その右サイドを破られ、で最後もう相手は逃げ切りでカウンター狙いの中、カウンターで決められですね、1対3で敗戦となってしまいました。まあ、正直厳しいですね。まあ、もちろん岡山は広島の隣の県でね、サポーターも多く来てて、で片や、コンサドーレはもう広島を基準とするともう日本で一番遠くから来たチームなわけで、まあ、そういう完全な逆行の中だったんですけど、打ち破れるかなっていう希望が見えた分、ちょっとその破れてしまったのは非常に残念です。でしかもこの出雲指導が試合に出れてね、でしかも決めて、こう指導がいて上がれないとなると、じゃあ次いつ上がれるのか、またそういうユース黄金期みたいのは来るのかどうなのか、まあ、でも引き続きちょっとね悔しい思いを持ったので、また来年も来るかもしれないし、トップチームだけじゃなくてアカデミーのこともねちゃんと追っていこうと、応援していこうと思いました。で2戦目北海高校は、北海高校も先制するも、追いつかれですね、延長戦までもつれ込み、延長戦で、散ると、で今年プレミアリーグ旭川実業が降格決まってますんで、来年の2024は北海道勢がこの高校年代最高峰のプレミアリーグから姿を消してしまうと、非常にこう北海道にとっても損失だと思います。応援は北海高校のね、その協力、他校の協力を得た応援、めちゃめちゃ迫力あったんですけど、まあかなり近江高校が決めてればもう試合終わってたみたいなところもあったんで、なかなかという感じです。やっぱり北海道のサッカーレベルを上げるためには、こういう年代がちゃんと高いレベルで戦い続ける、そのためにはどうしたらいいのか、みんなで考えなきゃいけないですね。